足浮くぐらいまで奥までずっとする。うん、そうそうそう。今からちょっとまずね、この前の足の前の筋肉、だいたい四頭筋という筋肉の筋テストするんで、はい、ここ押さえるからこっちに蹴ってみてください。はい。はい、思いっきり蹴ってください。ね、手か足でもない。足だけ。感じからよ。はい、これがね。はい、引いて。次引いて。うん、後ろに引いて。引いて引いて引いて。そう。この力の感じ感じてくださいね。はい、はい、次反対の足。同じように前に。はい、入れてます、入れてます左の方入れますね。はい、引いて引いて、これはこれ、うん、もう左の方入れて、この横から押すから、はい、耐えてください、踏ん張ってくださいよ。はい、いきますよこの感じですね、はい、もう一回いきますよ、耐えてくださいよ。あ、かわいい、この感じですね。反対いきます。はい、いきますね。この感じ。はい。耐えられないですね。耐えられないですね。うん、次、後ろからいきますので。はい。また後ろに耐えてください。ちょっと前も立って。膝、膝。膝はい、はい、はい、いきますよ。これは、そんなってくれたです、うん。この後ろから、重力。はい。はい、自分で感じてみて。出やすい。声の大きさも変わってるよね。私らの素人で聞いてても全然変わるもんね。あえて今日全然発声練習してきてなかったんですけど、はい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 軽くこの前でもうちょっと声鳴らしてあやっていかな出えへんねん、うん、普通にパンって出ますね。声違う違うすごすごはい、全然違う、うん、綺麗確かに綺麗でも聞いててもわかるもん。楽器みたいにパーンと音が出るんですね。そこの狙った音にね、でもあすごいいいよ、やってる音、絶対出ない音がある。うんうん、やってやって。こっちの手です。こっちの手をね、人差し指やりますよ、うん、あれをね、高く持っていってください。
その音源高くいるとき、はい、それでもう表紙を言ってるの、なぜ高く高く、オッケーオッケー、やりそう、結局高い、でも近くなった、うん、よっしゃ行きましょう、はい、行こう、はい、おー、キープ、はい、どうぞ先の、うん、やってください、でもどんどん出るようになってきてるやんな。そういう感じです。連動がすごい。すごいな。体がどん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 スイッチ入ってきます。活性化させたら、体活性化したら。生体も活性化、きれいきれい、やばい、連動しちゃう、うん、下から、すごいな、これだからあの股関節とか足の方を緩めていったらもっともっと超えてると思います。今顔だけでやりましたけど、ほんまにやるとき足の先からやっていきますね。ほんで下半身の筋肉が多いわけですね、ここ一番緩めだったらその分だけ血流が全部回ってきるやつだから、血流とかエネルギー全然ちゃうかった。声の大きさからな、やっぱり全然変わるもんね、針とかも変わるし、で顔なんかもう全部筋肉ですから、で皆さんあのマスクはめてるから余計な声が出えへんなってる思いますわ、誰もで、そのストレッチの仕方は知らへんことですから、